六代左乳の長男、享保13年、七代吉左衛門を襲名。長次郎150回忌に、赤楽茶碗を150碗制作するなど活躍。楽家の中でも作陶生活は特に長く、長祖に秀で、細工物に関しては歴代随一と言われている、七代楽吉左衛門、長乳。現在、畠山美術館に所蔵されている利休七種に数えられる長次郎作の赤楽茶碗、早船を写され、友箱が残っている大変貴重な作品です。写しでありながらも、白身のかかった薄赤色の発色や、切れ味鋭い線で構築された奇形など、長乳独自の色も垣間見られる茶碗です。長次郎の長から、長乳と号された作者の特別な思いが込められた茶碗です。淡々斎宗匠のお箱書きも添えられ、お茶会の舵を取るお道具です。